ノマズクッキング。あ、先週に引き続き今週もシルクデュソレイユダイハツバイオフリア新たなる光の潜入をしております。そして今日はですね、なんとスタッフやアーティストの皆さんが普段ここでお食事をされているという食事ところに、はい、やってきました。ね、普段ここには入れないんですよね。そうですね、まあ、僕らキッチンって呼んでるんですけど、キッチン、はい、すごい美味しそうな匂いがもうブンブンしてて、も後ろには美味しそうなご飯たくさん並んでますね。いや、いいな、はい、じゃあちょっとマネージャーのミヤさん、ミヤさん、ハローハロー、ナイスミチュー。いや、ミヤさん、でもお料理すごいですね。とっても美味しそうでした。一番お気に入りのメニューは何ですか？ Oh, today my favorite is going to be pasta. So we have fish and seafood and green, but also the spinach is also very good. とても見た目も鮮やかで美味しそうなものばっかりですもんね。たくさんのアーティストやスタッフの方がここでご飯を食べると思うんですけれども、どんな思いで作ってますか？ Oh, I just feel like a young lady at every time they come in the kitchen, I just want to make sure that I feel at home and also that they want to be enjoy the food that we make every day.僕からいいですか？好きな日本食は何ですか？お好みです。およく出ます、よく出ます。そうなんですか？ブリ大根とか出ちゃったりしますから。Yes, yes, we use. Yes, sometimes. Yeah. 日本食も並ぶんですね。じゃあ、渚さん。はい。早速もう、多分食べたいと。いや、もうお腹空いてるです。はい。食べさせてもらいましょう。はい、いいですか？はい。ありがとうございます。じゃあ、いただきます。ありがとうございます。さあ、では、手も洗ってきたので、持っていきたいと思います。あ、すごい。本当にたくさんの野菜が並んでますね。じゃあ久々ですね、渚さんの盛り付けを見れるのは。これはね、盛り付けってセンス出ますからね、嫌ですよね。いや、すごい、あのね、美味しそうな新鮮な野菜がね、たっぷり。このコールドテーブルは、はい、ほぼ全世界のシルクのキッチンにほぼ同じ感じ。あ、そうなんですか？どこでもこんな感じ、はい、それをじゃあ再現されるのも大変ですね。全部の国で、あ、すごい、あ、美味しそう。卵サラダとか、なんかポテサラとかツナのサラダとかいっぱいありますね。選び放題です。幸せ、食べ放題、選び放題ね、やっぱり体をたくさん動かしてるから、こうやってね、食事から健康栄養を取っていかないと。あ、美味しそう。またアップルソース、全部食べたくなっちゃう。吉田さんもご一緒に。はい、ありがとうございます。え、フルソース、美味しそうですね。美味しそう。あれ、いいな、シーフードパスタ美味しいですかね。あ、しかもちゃんとすごいシーフードたっぷり、本当に。うわ、美味しそう。ちなみに吉田さんの好きなメニューはある？おととい出たんですけど、ジャパニーズカレーが出て、普通の日本のカレーが出て、あ、いろいろちょこちょこ。もうここまで来たら全部取っちゃいますね。盛り付けられない、もうたっぷり。あ、でスープとご飯もあるんですね。すごい、いやー、いっぱい。あ、まあ、ここにもサラダがたくさん、野菜もたっぷり取れますね。いい感じ。お、盛り付け完了。完了です。パンとかここで焼いてます。あ、クロワッサン入ってたり、あと上にはなんかこう、なんていうんだ、コーンフレーク、ナッツとかもたくさん。あー、すごい、まさにワールドバズクッキング。ワールド感あります。
ですね、本当にいろんな国の方がここで何でも食べれる、たくさん食べて元気を出すと、素敵素敵。じゃあ早速いただきましょう。じゃあテーブルの方行きます、はいはい。さあ、ということでお料理持ってきました。おいしそうおすごいおいしそう、いい香りしてきますね。じゃあもう早速食べていいですか。はい、ちょっとゴーゴーチームはね、あ、フランスでーす。はじめまして、アリサーでーす。すみません、あの、じゃあいただきます。いただきます。めっちゃカレー。じゃあ私はこのシーフードのパスタからいただこう。エビがプリプリでも超新鮮、このクリーミー加減もちょうどよくて、もう最高ですね。ここでいつもご飯を皆さん食べてるんですね。幸せ、すごい美味しい。でも渚さん聞いながら、うん、太郎さんと僕3食食べてないこともあるんですよ。なんで今嘘ついたんですか。いや忙しくてねお忙しくてね、なんかいろいろあるとやっぱりね、本部でカップラーメンとかね、そういうこともあるわけ、うん、でもここに来たらお野菜もたっぷり食べられて本当に、あの、うん、シルクのソレイユが再開して痩せました。うん、うん、それはここのおかげですか。ここのおかげだと思います。本当、うん、本当ただの好き嫌いだと思いますよ。そうですか。あとここのね、うん、魚が美味しい。特にサーモン、生のサーモン、いや焼いたサーモンとか、うん、本当に美味しい。もう僕はその焼いたのに醤油をかけてご飯と食べるのが最高。すごいいろんなソースが本当はあるんですけど、うん、そうですね、今日もなんかリンゴのソースとかかかってたりすごい、いつも僕溶けちゃうな。ちょっとちょっとちょっとそれやったら奥さんに怒られるやつですよね。そうです、はい、私が作ったんですよ。でお醤油をかけてリアに怒られちゃいますよ。怒られてますいつも、はい、よかったよかった怒られてね。正しく食べてないスタルコさん。いいなぁ、これ毎食はこれ料理もすっかり一品一品こだわりも感じるし、毎日食事しても絶対に飽きないですよね、うん、それはある、うん、だからこう毎食毎食こう楽しみになるようなラインナップで、いやー羨ましい。皆さんがデザートが出てきた。お、うん、本当だ、クレープがある。巻き巻きしてますね、クレープ。あっちのテーブルにケーキとかもある。うわ、うん、本当だ。あとまあフルーツも、わあ、いいなあここ。と言いながらお菓子は洋菓子しか食べなくて和菓子が嫌いです。うん、いろんな好き嫌いがあるの。激しいんですね。野菜を食べてるのなんてほぼ初めて見ました。嫁が食べたんだ。はい、普段野菜食べないんですか。野菜食べません。なんかホットドッグとかしかばっか食べない。ホットドッグとマクドナルドと、あとなんだろう、カレーライス、牛丼、牛丼、そういう方です。はい。なんかあの、お子さんが好きな食べ物。あ、そう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 。オムライスとかね、ハンバーグとかね。じゃあ渚さん、はい、お食事も終わったところで。うん、もう美味しいものばっかりで満たされました。早かったです、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、で、僕あの先週面白い企画を用意してるって言ったのを覚えてます。言ってましたね、はい、めっちゃ言ってた。ちょっとそれを実行に移ろうかと思いまして、はい、うん、なんと吉田さんとフープ対決をしてもらおうと思います。フープ対決って、はい、あのフラフープ、はい、あのいくつもこう回してる方いらっしゃいましたよね。はい、いました。あのちょっとすいません、はい、それは多分はい、無理です。ちょっと簡単なフープを、はい、おー、でも吉田さんなら勝てるかもしれないみたいな気持ちがちょっと出てきちゃってる。シルクドソレイユ23年よ、俺。でもシルクドソレイユで演じられてるわけじゃないですよね。ちょっとね、なんかあの食生活もなんか悪そうだし、なんかこう勝てそうな気持ちがないし、なんかこう吉田さんなら勝てそうみたいな気持ちがこう出てきてますが、じゃあ来週皆さん、はい、
配信しますので結果を見届けてください。ということで今週は以上です。ワールドバズクッキング、また来週。また来週。太郎さん頑張れ。この番組がいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントお待ちしてます。